エルハルト・シュミットは20世紀の数学の方向性に多大な影響を与えたドイツの数学者リボニアのタルトゥに生まれた指導教員のダフィット・ヒルベルトの下で1905年にゲッティンゲン大学において博士号を取得した博士論文の題目はイントウィコロン・ウィルクリッカー・フンクッチナンナー・ハゼマンボーガッシュリーバナーであり積分方程式に関する研究を行った ヒルベルトと共に、関数解析学の分野において、多大な貢献を残した。第二次世界大戦の間、ベルリン大学の要職にあり、立場上ユダヤ人に対するナチスの様々な決議を、執行しなければならなかった。ユダヤ人の問題を理解していないと、非難されていたシュミットにとって、その職務は明らかに手に余るものであった。1 9 5一年のシュミットの十五歳の、 誕生祝いの際には、ナチの時代を生き抜いた優れたユダヤ人の数学者であるハンスフロイデンタールが、シュミットがナチス時代に直面した困難について、シュミット個人への批判を交えることなく語った。ありがとうございます。